ビデオカメラのデータ復旧を行いました。埼玉県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはキヤノンアイビス HFR31、 本体に撮影したデータを誤ってすべて消してしまったという状況です。データ復旧処理を行い、3時間27分の動画データの復元に成功しました。また、テレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。